特産の魚の干物作りに挑戦です。手を使って少しこわごわと魚の頭を取る子どもたち。漁業の町、三重県尾鷲市の小学2年生が地元の業者で干物作り体験をしました。1時間ほどかけて1人30匹ほどのアジを開き終えると、タレにつけた後天日干しに。子どもたちは家族と食べたいと歓声を待ちきれない様子でした。